ワイダニアツシ土山池家墓所は、岡山県備前市吉永町にある、岡山藩主池田宗家一族の墓所。岡山藩主池田家墓所の一つとして、国の史跡に指定されている。この地に墓所を建設する発端となったのは、岡山藩池田宗家初代藩主、池田三政の祖父、照正と父、年高の墓所がある、京都明神寺後国院が炎上したことによる。 この火災により三政は、祖父、父の改装を決意した。漢文5年、家臣の津田へ忠氏に明治備前国内での墓所選定の作業を行った。1年余りの探索の後、和家軍、和北谷村を最終候補地に選定した。漢文6年10月、三政の実地見分によりこの地が墓所に決定された。同年12月、明神寺に改装を告げ、 遺骨を前に持ち帰った翌漢文七年正月七日より、墓地の造営を行い、うるう二月十三日に、樹式の儀礼に乗っ取りてる政、年高の改装が取り行われた。後、この地は、ワイダニアツシツチヤマと名付けられた。江戸城空堀ボ武神の手伝いのために工事は、中断したが、漢文九年に、墓域の工事が完了した。この年三月十六日に、 三つ政が参拝し、墓祭りが取り行われた。以後、毎年3月に墓祭りが行われ、藩主及び池田家一族の参拝が続けられた。上京元年、ワイダニッ田村が設けられ、五十三国三と一小五号の年具舞により永代管理が行われた。ワイダニの墓所は、厚志土山山城に点在する岡山藩主池田家の墓所で、 池田照正の一のお山を中心に、七つのお山で構成されている。すべて受教式の墓地となっている。麓の駐車場より鳥居をくぐり、約二千個の列席の敷かれた山道を約一キロメートルあまり登ったところにある。池田照正の墓所で、墓石は亀石と呼ばれる亀型の大石の上に乗っている。墓石の亀石は、 天独壁者という古代中国に伝わる架空の動物で三品の地位の人物の墓に用いられていた。池田利隆とその性質鶴姫の墓所。池田三正とその性質勝姫の墓所。池田義正とその性質歌子の墓所。三正の子二代藩主七差より七代蔡里島では草原寺に埋葬されていたが、義正。 茂ゲルの二代はここに埋葬されている。池田茂ゲルとその性質満十子の墓所。池田照之、池田明院、池田正美、池田恵子、池田久元の墓が並び、少し離れて池田正元の墓がある。六の大山から六百メートルほど北東に離れた場所に、ある。池田敏正、池田正虎、池田正貞、陸日の墓がある。ありがとうございます。